おはようございますす塾の久保です、えー、昨日でしたかね、えー、ピンチの時にこそ本性が出るっていう、まあ、動画を上げさせていただいたのと、昨日はですね人格とか人徳っていうものの、まあ、磨き方、もしくは失い方っていうね、この2本の動画を上げましたら、やっぱりね、あのーまあ、何件か反響をいただきましてですね。 えー、いろいろ勉強になったと自分のことをね見直すチャンスになったということで、えー、伝わった人がいて私も嬉しいなと思いましたまああのー、もし興味がある方はね動画の方を見ていただければと思いますけどもさあ今日はですねその中からいつのメールを紹介させていただきますおいっこさんおはようございますはいえー、と久保さんこんばんはあこれゆうべいただいたんですね、えー、いつもためになる動画配信ありがとうございます 昨日の人格・人徳の磨き方の動画を拝見しました確かにそうだと思い今後に取り入れていくべきだと考えたという思う一方この考えを仕事場に置き換えるとどうかなと自問自答していましたそうです、ね、多くの方がそういうふうに考えたと思います大多数の方は自分の人生の半分以上を仕事場で過ごすと思います 人人格や人徳を磨く場ででもあると思いいまますすその通りでございますね、まあ、仕事場っていうのは自分の全知全能をかけて取り組む場所だと思うんですよですのでね仕事場で自分が磨けないってことはもう人生が磨けないってことだと思いますのでしっかりと捉えていただきたいと思いますけどもしかしながら仕事上何人かは必ず仕事に熱がない報告もしない指導しても治らないという方がいると思いますはいここままで読みましてね おお伝えしておきます職場っていうのは何人かがね、えー、いると思いますけどもその中で一番自分がエネルギーを向けなくてはならないのはやる気のある方なのか普通の方なのかやる気のない方なのかってことなんですよ順番としては一番やる気があって一番自分に近い方にね最もエネルギーを注ぐべきですでその人が自分と同じレベルまで育ったら2人で えどっちでもない方ね大多数の方を育てるべきなんですよで最終的にやる気のない方は何とかするっていう形なんですよねでそのやる気のない方がそのなんですかね時間をかけてる間にいなくなればそれは願ったり叶ったりなわけなんですよだから一番ダメな人に目を向けてるからダメなんですよねというところでございますねはい <laughs> で何度言っても改めない場合管理する立場の人はどのように相手に接する方法がありましょうかまあクビにすることとか懲罰を与えることでしょうね えー、先ほどの待ち合わせ時間のようにこちらが悪かったですの言えばさらに相手はルーズになって何も言われないんだなと思いさらに何もしなくなりますし、えー、何回も同様のことが起こればやは,りやはり管理するのがあ側の方も腹が立つものだと思いますその通りでございますねえっとね、あのー、調子に乗る人はずっと調子に乗らせておいてどんどん会えの外に追いやっていけばいいんじゃないかなと思うんですよで構わないことなんですねそういう人に。 あのやっぱり、ね、強制的にやらせたからといってどうにかなるものではないんですよ、うん、やっぱりその職場っていうのかな、チームっていうのはあの権限とかね、規律によって縛ることはできますけども、せいぜいね、規律とかあの権限なんですよ、それは、所詮、そんなもんなんですよ、そうではなくて、自分の内側からこの職位に精霊したいとかね、このリーダーについていきたいと思わせないんだったら、瞬間的なものばっかりになるんですよ、そういう人はチームには必要ないですよね。 でリーダーダとと思われれててないいかららそういう態度をってくるとも考えられます,そのでございます役職を持たれている方、自分の力量に応じた役職、もしくは自分の力量以上なのにその役職、要するに役職以上の力を持っているって方は人はついてきます。でもね、役職にふさわしくない力を持っている方っていうのは、まあ、人はついてこないですよね。うん、で、えー、久保さんならどう対応されますでしょうかということでございますよね。まあお話したように あのついてこない人は即、まあ、首かもしくは仲間外れですねついてこないわけですからでその仲間外れとか首が怖いんだったらついてこいよって形ですよね。うんというのがそういう権限が与えられてるから上司なんですよね部下を判断して部下に懲罰を与える懲罰ですかよくやったやつにはご褒美よくやらないやつには罰を与えるって権限が会社から与えられてるんでそれを使わないっていうのも自分が会社に対して 忠実じゃなないってことなんですよねだから組織ってのは上位下達ですからそういう風に上から降りてくるね命令を下に伝えていくっていうこれが最低限の義務ですからそれができないんだったら今度はね自分のリーダーとしての才覚を、まあ、疑った方がいいかなとうんでねやっぱりね信頼関係ってすぐできるものではないんですよ例えば、まあ、今回のメールであったようにね言うこと聞かない部下がいるっていうのは実はその部下と今まで付き合ってきた数ヶ月とか数年っていうのが全部ダメージになってるんですよ でですんで数ヶ月とか数年ってものを取り戻すために数ヶ月とか数年をこれから費やしていかないといけないというね非常に厳しい道のりになってきます、まあ、ですんで、えー、あので圧倒的な、ね、信頼関係を持たせるためにはやっぱりね職場だけの付き合いでは無理なんですよ職場だけの付き合いでは無理って言ったら今度は、ね、ノミニケーションすればいいんですかって話になるわですそうではないんですよ、例えばですね、自分の,その言うこと聞かない部下のことよーく知ることです、ね、よーく知ること、そいつの一番いいところとかはちゃんと見抜いていますかってことなんですよ。 で、そいつの一番悪いところを見抜いてますかと。悪いところは目につくんですけども、そういうふうなね、自分に、あのー、忠実じゃない人のいいところっていうのを見つけにくいんですよね。で、上司の役割っていうのは、一番いいところを引き上げてあげることなんですよ。悪いところはもう放置しといていいです、悪いところは。でも、いいところを認めてあげると。で、最近見た映画の中で、スクールウォーズ・ヒーローズっていうのがあるんですけどもね、翔英さんが出てるラグビーの、昔スクールウォーズって映画がありましたけども、その中でもね、やっぱり映画なんですけども、ちゃんと語られてるところがあって、 あのどうしようもないね、八坂の信吾みたいな、どうしようもないまあ、突っ張りの生徒がいるわけですよ、もう、なんですかね、学校にも反抗して、教師にも反抗して、喧嘩ばっかりするの、でも、そこで、えー、ラグビーのね顧問の先生は、ちゃんとそいつの一番いいところを見抜くんですよ。お えーしとるなーみたいな感じでねこいつはラグビーをやったらスポーツをやったらむちゃくちゃ伸びるんじゃないかってことを見抜くんですよだからそいつの悪いところをほっといて一番いいところを引き上げるために、えー、まあ呼びかけていくって形なんですけども、ね、そこにも本当に現れてるんですよで我々はですね人の悪いところをよーく目にするんですよ悪いところは気づくんですよでも悪いところばっかりあるやつの一番いいところっていうのは全然気づいてないんですよ だから尊重してあげないといけない、そこであ、自分のいいところを引き出してくれる人がいるんだって思わせないといけないんですよね、で、それには時間がかかるんですよ、さあ、具体的にやるとね、どういう方法があるかっていうと様々考えられるんですけども、もうそういう風なね、なんかどうしようもないやつでも例えば、ね、インにこもって SNS とかやってるわけですよ、例えばツイッターとかやってるかもしれない、そしたら上司たら自分がツイッターのフォロワーが10万人いますよって存在だったら、急にそいつのね目、見る目が変わると思うんですよ。 そうういっった特徴を自分が持っているかどうかどなんですよね結局自分の力量に応じた部下がいて自分の力量に応じたミッションがあるわけなんですよねだから自分が二足三問だと誰もついてこないっていうこともここに関連するわけなんですよ本当にね自分の姿が全部ですよ目の前に現れているもの自分の部下上司関係その状況っていうのは全部自分が作り出していて自分にふさわしいものが現れているっていうのは あこういう風なね、自己否定感でいかないと自分は全然悪くないのにこの部下のおかげで足引っ張られてるんだよって思う限りそんな風にはね、えー、気持ちがある限りそいつは全然ついてこないですねえー、っとでしかしながら仕事上何人かは必ず仕事に熱がない報告もしたい仕事してもならないという方がいると思います、はい、じゃあ上司としてね何の役割があるのか上司は上から来ているものを下に流すだけでいいんですかってことは、ね、そうじゃないです あのひねくれたやつとか問題児とかね言うこと聞かないやつをどう自分のチームに入れて言うこと聞かせるかってことがもうあれですよ課せられてるわけですよ上司ってのはそれができるという存在だと思われてるから責任者上司部長係長課長っていうね役職が与えられてきてこの厄介な部下はお前だったらまとめられるだろうって期待なんですよそれはじゃあそれの期待に応えてはいまとめました予算もできましたっていうふうな人間になっていくのか それとも、ですねいや、こんな部下はね、自分の力量に余りますよ、だめですよって言って、自分の職位すら否定していくのかってことなんですよ。まあ、そういうふうに考えていくことしかないかなと思います。はい、えー、と私の対応でしたらね、もう一回言いますけれども、まあ、即、即ですよ、もう懲罰ですよね。えー、おいなんで言うこと聞かないんだと。もう、だったらもう、やめてくれないかと。自分でやめろと。<laughs> もう仕事やらない、そんな仕事する気がないんだったら、全然あげないからねと。どうするどっちにするっていうふうに選ばせます。 これはだからパワハラと呼ばれないために自分でこうしたぞ、お前こうしてやるからなじゃなくてやる気がないみたいだからじゃあ仕事あんまり上げない方がいいですかねみたいな感じですよねじゃあ他の5人なら5人で他の4人でやるから君やんなくていいよみたいな感じで、ね、それがですね例えば4人が反抗してきたら4人の皆さんに言うわけですよ自分がリーダーとして他の4人の部下がいるとして5人のチームがあるとしたら皆さんちょっとやる気がないみたいなのでもうこれから私1人でやりますと。 うん、で私、1人でやるんで、多分いろんなところでできなくなる部分があると思いますね、でそこが目に余るんだったら助けてくださいと、もし助からないんだったら、この部門は成績が劣化していって潰れるかもしれない、私たちとみんなでクビになりますよねって話をちゃんとするわけですよ、まあ、こういう話し方じゃないんですよ、もうちょっと時間をかけて、リズメで、それから皆さんの聞き取りもしながらなんですよ、一方的に話すんではなくて、皆さん、一体どうなんですかと、うん、例えばその方にも、自分にはまだ力がないんで言うかもしれません。力がない のにこの職場にいるってことはその力をつけないといけないよねとそれをつけるためにどういうふうにしますかってことを聞いてあげるんですよね大体いい5回クエスチョンを繰り返すとその方は自分の答えに行き着くわけなんですよで答えに行き着かなかったら私たちにはあこの仕事をする力量なかったねとみんなで辞表を書きましょうかって話を上司がするべきですよねそういうふうに私はしていこうと思うんですけどね、えー、だから自分がねあの責任者とか上司であるのと同時に自分も誰かの部下だってことなんですよ 自分が部下をまとめられない、まとめられる、そのどちらかになると思いますけども、それはですね、自分のさらなる上司からのミッションなんですよ。この部門をまとめろと、この厄介な部下をなんとかしろっていうのね。でそれに従って、ちゃんと部下をまとめれる上司からのミッションを答えれる自分なのか、それとも、いやいや、自分には無理ですよと、上司の方はと。自分には あなたの命令が聞けませんでしたって言って自分もね有害社員になるのかのどっちかなんですよねまあ、ちょっと長くなりましたけども全ては自分から起きているってことだということは変わりないと思いますえっ、ー、とそんなところかなはい、えー。じゃあこんな回答になります、えー、メッセージくださった方ありがとうございます、えー、自分が二足三問だとどこに行っても二足三問の扱いを受けますよね。だから自分がもう上級国民だったらどこに行っても上級国民の扱いを受けますよ まあそういういことですよねやっぱりね人がね下す評価ってのはほんと正直ですよ自分が下す評価ってのは曖昧で嘘ばっかりですよ自分に下手ばっかり履かせるんでね自分可愛いさになりますからだから常にね何ですかね判断っていうのは自分の人格や人徳っていうのは自分の内側ではなくて外側にいる人が決めると思わないといけないですよねそんな感じですまあ自分の実績とか過去とか経験とか失敗に 関わらず自分を認めてくれるのはお母さんだけですでは以上です